日本一有名なソロキャンパーシマリン氏は言いました。ソロキャンは寂しさも楽しむもの。つうわけでもうないんですけど、超辺境九州の端っこの佐多岬に来ました。実はこのキャンプ場徒歩5分のところに堤防あるんですよ。ほほ、釣りキャンしろと。というわけで今回は九州の最南端で釣りそうキャン、早速行ってみよう。本日のマイホームはヨーカ TV。 初めてのワンポールテントでテンション上がるね。おお、しゃってくぜ。ほうはれ、出航だ。あてつえ、テントがタコみたいに飛びそうになる。とりあえず様子見よう。ペグダウン、写真映えさせたいし、もっと向き変えるかな。一旦抜いてペグ差し伸ばすか。ハンマーって折れるよな。まだペグ打ち終わってないけど、悔しい人スタイルで打っていくぜ。手挟むからペグ半分しか打てねえな。まあいいや。おーちゃー、あとは縫い棒を真ん中にぶっ刺して。おばや、完成。いいね、かっこいいね。寝床はコットっすね。蓋は草だから地面に寝てもよかったな。最高。人間がなぜ寝るか分かった。爆睡から IV バッグじゃないんだよ。あと1時間で夕日がカラスと一緒に海に沈むんだ。テーブル、椅子、ランタン、電源、テーブルに燃料、焚き火台。待って、入れるトップ軽すぎススキゲット。巻き濡れてんな。よし、火起こすか。火起こし開始。今回はスタイリッシュにファイルスターター、あれ熟練キャンパーといった。リボール、ちょっと焦っちゃったかな。失敗失敗。火起こし完了。おお、飯の準備。まずは箸作りや。次に米炊き。これぐらい。落ちた、落ちた。今日のメインディッシュはでけ肉、好きな肉、化け肉、好きな肉。試合開始。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。これ完璧やな。せせりが世界で一番好きなんですね。上から来ると気をつけろ。ふぅ、日比さん学園の勝利。朝まずめに備えて仮眠っすね。グッナイ。おはようございます。さて、朝まずめっすね。朝の釣りが楽しみすぎて全然寝れんかった。くねくね、よろしく。せーの、ブン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 。寒い。15投げる。投げながら当たり待ちますかね。ゆらり、竿がちょっと動きました。そうだ、なんか触ってんな。こういう時合わせるタイミング分かんないですよね。あとはただの勇気と運ですわ。九州の災難、黒潮が直撃し、巨大魚が群雄割拠する海で、15号のハマンザオがぶち曲がる。なんだこれ、
はい、どう見ても精子です。こんなにオタマジャクシよりも精子してる魚初めて見たわ。あ、いいですか。すいません、あそこにあります。これなんだ、サメかな。いいえ、ケビアです。ありがとうございます。タモリでご協力ありがとうございました。上がってくるまで何なのか見当もつかんかったわ。ピッピカチュー。すいません、ありがとうございます。なんこれ、サメだ。あよいしょ。サメとエイを足して2で割ったようなサメやな。何サメだったっけ、忘れたな。あんなにすればよかったわ。ありがとう、楽しかったぜ。寒い、僕も帰る。朝飯の時間だわ。さすがに腹が減りすぎたわ。今日はオーソドックスにホットサンド作りますわ。中身はコロッケ。あ、バター塗ってな。バター忘れた。よし、コロッケ塗るか。コロッケでも塗っとかないと焦げるからな。味付けは焼肉のタレ。まずいわけがないね。挟んで焼いたら完成ですわ。コロッケ塗ったけど結局少し焦げたな。美味しそうだから問題ないけどな。ふう、次はコーヒーでも入れ。死んだと思った。綺麗だな。ちょっと首をやりましたね。首が変な方向を向いたままマキネッタでコーヒーを入れていく。朝は濃いコーヒーに限りますな。これぞまさにグッドモーニング。俺って定期的にソロ成分とアウトドア成分補充しないと死ぬっすよね。今回は釣りよりもキャンプメインでしたけど、お腹いっぱいソロアウトドアにも補充できましたね。釣りもキャンプも好きだから、釣りキャンって俺にとっての主治肉林。この後はスマホでのんびり原神やった後、温泉探しに行きました。それではここまで見てくださってありがとうございました。面白かったら高評価、できればチャンネル登録よろしくお願いします。